年の国交正常化に締結された日韓経済協力協定に基づいて、韓国に対して多額の経済援助を行っています。それ以後も ODA を中心とする経済援助、技術援助を続けてきました。韓国の経済成長に対する日本の寄与が多大なものであったことはあまりにも明白なよく知られた事実です。ところが韓国は、韓国の経済発展が日本のおかげなどとはとんでもない妄言だ。韓国の高度経済成長に対する冒涜だと一斉に日本非難を展開したわけです。これにはさすがに韓国政府には乗りません。いくらなんでも政府は事実を知っているからでしょう。韓国の政治社会、メディアは一方的で、日本側としては唖然として何も言えなくなり、言葉を失っているというのが現状です。実際に日本は政府も官僚もメディアも、韓国に対して言葉で対応する気力は失っている。